演者よ、貴様らのやっていることは法律違反だ。この私が法の裁きを下す。法律でロールしてください。バカだ。絶対短所を削るだけ。この俺の法律を食らえ、リボルケイン。79、失敗。まあ、演者聞き入れてくれません。前を続けとこう。聞けー聞けー法律聞いてください。バカすぎる。イーストはそんな叫んでるオバディを見て感銘を受けます。再び吉田のラウンド来ました。ペロパワーかける5をどうぞ。よし、30引いたら2辺30 85。それではミツヨ、今から LINE でメッセージを送るのでそれを見てください。それがあなたの最後だ。ペロ、まだ舐めてる。今指舐めてる。あ、雨なくなったんだ。雨なくなっちゃった。チュパチュパカブラ。はい、送りました。吉田の体はもはや誰が見ても普通の人間ではないことが分かります。体重が増え、体つきが人間離れして、歩き方もぎこちなくなるような。あいつキモいぞ。APP はもはや1ですね。SDR1D3 とサイズも 1D3 プラスしてください。 SDR がプラス2されました。はい、小軌道を10失います。サイズ5に上がりました。はい、化け物が暴れるってこと。10減って残り9です。はい、ダメージボーナスが 1D6 になりました。はい、というところで吉田のラウンドです。俺の目の前にタメスケがいて、で、青島が近づいてきたんだよね。そうだね。じゃあ青島にブドウキックします。なんで。なんで。あいつら68成功。はい、では回避をどうぞ。これがジャパンの祭りなんだな。回避48。そんな余裕ある。94失敗。回避に失敗しました。ダメージ 1D6+1D6+1D6。 めっちゃある。18だ。振ってください。やば、18死ぬじゃん。死んだ。2 7 2 9。あ、残り2ですね。残り2。おーい、いいぞ。気絶するかどうかのロールになります。タケちゃん、どんな感じで蹴るの。一瞬で詰め寄ってハイキックします。はい、では今回5、はい、じゃあ60です。24成功。お、では気絶はしません。次2番、タメスケです。俺は青島にとどめを刺しに切りかかる。マジかって。そういうことか。ゴーンとかやってクラクラしてるけど補正入んないの。いや、まあ、さすがにかわいそうだからちゃんと振りましょう。くそー、45。いけ、殺せー兄ちゃんに。マジかー。リボルケイン。さあ、回避をどうぞ。じゃあここで秘密道具、はい、煙幕を使います。煙幕、忍者。じゃあ、さっき蹴られた拍子に煙幕が落ちたと。パラン。そう、幸運でどうぞ。成功したらそういうことでしょ。37成功。成功。では次の回避、ボーナスプラス 30% で成功すれば避けられます。忍者、忍者がいる。ジャパニーズ忍者。俺の煙は、俺の煙じゃない、俺の校長は煙さえも来てます。ダメージロールをどうぞ。7、どうぞ。発狂しないけど死にました。ブルーアイランド。死にました。青島は HP 今マイナス5で死にました。煙幕の中で笑います。くそー。というところで発狂が解けた乾ですね。パチパチ。大丈夫かね、犬。なんか指がふやけてるよ。じゃあペロペロしないで、君のさっさと行動をペロペロしなさい。グッモーニングペロ。肉切り包丁持ってるタメスケさんに、いいくるめで、うん、肉切り包丁をオバディにやったほうがいいよっていうのはできる。できるかも。できるかも。できるかも。なんだお前、近づくんじゃねえよ。ちょっと待ってね、絶対あっちから切ったほうがいいと思うよ。37、合わせ5。そうだな。あいつナイフ投げてたからな、お前からだ。タメスケ君、君が向けているその包丁は何だ。この私の包丁を向けるとはどういうことだ。息子は、まあ、相変わらず炎症を続けてます。そしてオバディです。タメスケ君、君はここで死にたくはないだろう。私はね、ある重大な任務を背負っている。私は重要な役割、ここで死んでは
ここで死んでしまっては君たちも無事では済まないかもしれない。説得る俺だ。その包丁を下ろせ。行こう。その眼差しを閉ざせ。自由。ここで私の説得フェイス。いいか。殺すべき神主だ。ここでそういうことになる。というところで、おばにも終わり。イースト。ではここでイースト。拳銃を取り出します。こういう時は好感度が高い方につこうとオバディの横に立ち、あ、どうもタメスケに銃口を向けます。撃て撃てタメスケ、タメスケ殺せ。よくわからない面しやがって。では拳銃ロールしますね。撃ちます。え、もう、はい、一発だけじゃ2発は撃てないということで、はい、成功しましたので回避できたかロールどうぞ。おっ、クリティカル、クリティカル、イエーイ。めっちゃ避けた。2、3、3、あ、しかも全然かもしれなかった。タメスケ、やつは人間じゃないのか。激烈が落ちる瞬間にもう分かった。あ、なんだというところで、吉田のラウンドやっていきます。どうしますか。イーストに、はい、ゲドキックに行きます。はい、31成功。お、お、じゃあ回避を振ります。おや、なんだか吉田光代がすごい巨体を揺らしながらこちらに走ってくるな。待て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 。あ、60失敗しました。エイスト、ダメージどうぞ。3 2 6 11 11。死にました。エイスト3。その瞬間、え、ドクターイーストの体が膨れ上がり闇が弾けます。何？そして高らかと交渉が響き当たり、3つの目の闇が天へと昇っていく。冒涜的な姿を目の前で見てしまったあなたは3チェックを行います。